5種類のテトルミノテトロミノは、イス4のポリオミノである。同じ大きさの4個の正方形を辺に沿ってつなげた形を総称して、テトルミノという。4つの正方形を辺に沿ってつなげた形は、回転、胸像によって同じになるものを同一と考えると5種類ある。これらを総称して、テトルミノと呼ぶ。各種類の呼び方にはいろいろあるが、一般的には、I 型。 O 型、L 型、S 型、T 型と呼ばれる。このうち L 型と S 型は対象型でないため、胸像を別として数えると7種類になる。この場合、胸像の名称は、それぞれ J 型、Z 型と呼ばれる。一末模様に塗り分けたテトルミノポリフォーム類には、一般的にセットに含まれる全ての型を使用して、形を作るという問題がある。 テトロミの1セットは正方形20個分の面積なので4号の長方形が考えられるが、これは作成できない。各辺を一ツ模様に塗ると白と黒の数が異なっている。長方形を一ツに塗ると白と黒は同数になるため、これをテトロミの1セットで埋めることはできない。この問題と肩数の少なさを解消するため2セットを使用して、 長方形を作る問題がある。数のように 5×8.40 の長方形には解がある。天用から発売されているプラパズルでも2セットで長方形を作るという問題が採用されている。テトリスはテトロミノを使用した最も有名なゲームだと考えられる。このゲームでは片面型テトロミノ7種が使用されている。ただしこのゲームではテトリミノという名称である。 リッツはテトルミノを利用したペンシルパズルである。名前はこのパズルに使用される4種類の型の形から付けられている。783回ある。これは後日のプラパズルの商品名にもなっている。5種類のうち正方形のものはルール上使用できない。ありがとうございます。